はい、オーガニック。はい、今日は、古代小麦の、これ、石臼挽きのパスタですね。昨日、前回は多分これを、茹でた、調理した内容だったと思うんですけど、昨日昨日というか、まあ、昨日です。調理を、したんですけど、あんまりなぜ僕がこれを選んでるかっていうのもちょっと説明したいなと思って。はい、基本的にこれでも僕、普段は食べないんですね。はい。パスタっていうの好きなんで、普段は食べないんですけど、一応ほら、これも小麦粉なんで、ね、でも、もし食べるとしたらやっぱこれっていうことで、おすすめしてるんですけど、まあ、昨日これ、茹でたやつはこちらに、戻します。こういう感じです。すごい。このまま食べてもちょっと本当に、美味しい、深みのある感じで。でも多分、普通のやつよりはちょっと、多分、粉っぽさは感じると思います。で、これ、繊維質の、あれなんで、もう美味しいです。はい。ちょっと本当に風味がある感じですね。なんで僕がこれを選んでるかっていうところですね。で、その前にちょっと、温めながらやりたいので、ちょっと水入れてみます。茹でる前に。サラダマスター、こちらで、お水を入れて、パスタ茹でてきますけど、ちょっと水入れていきます。お水はこの赤ちゃん水ですね。まあ別に普通の水道水でもいいと思うんですけど、まあ僕なるべく綺麗な水を使いたいので、はい、これも綺麗な水でやっていきたいと思います。普段は浄水器、僕浄水器のやつ使ってますね。浄水器のお水でも全然 OK なんです。はい。そして、今温めました。で、ここには一応塩ですね。塩。塩入れていきます。結構適当ですけど、僕まあ、3つまみぐらいですかね。入れていって、ちょっと混ぜます。はい。やっていきます。で、なんで僕がこれを選んでるかっていうと、まあ、簡単に説明しますと、小麦粉っていうものは、今の小麦粉、製法がやっぱりちょっと違かったりするんですね。でこれは石臼挽きで、まあ、ちょっと読み上げると、まあ、これはルスティケーラ有機サラゴッラっていうものですね。でスパゲッティのものですね。パスタのものですね。太さは約2ミリっていう。イラク小麦の祖先にあたるサラゴッラ種、そのバランスの良い味、品質が当時から人気で復活された古代小麦ですね。古代小麦。これがすごい結構ポイントでもありますね。品種改良してないものですよってことですね。で小麦は昔ながらの石臼挽き。石臼挽きをしているものです。これもすごいポイントです。でまあ、独自の低温乾燥技術で弾力のある食感と小麦の香りをしっかりと楽しむことができます。低温乾燥はな結構多分あると思います。他でもね、一般的には。はい。で、ブロンズ大豆製法により表面に凹凸があってザラつきが残るためソースがよく絡みますと。はい。確かに、昨日作った時はソースがよく絡んで美味しかったです。こちらですね。はい。で、この二つのポイントじゃちょっと、古代小麦っていうものは、基本的に品種改良してないんで、普通の一般的な品種改良してしまってる、小麦粉よりは、グルテンの含有量は少ないはずなんですよ。多分今の小麦粉って品種改良して、結構グルテンの含有量を多くして結構もちもち。もちもちで、で、まあ、糖もね、もちもちで美味しいですね。はい。で、こういった古代小麦のものだったら、グルテン、まあ、僕はあんまり、別にグルテン過敏症とかではないんですけど、僕はこれでも、まあ、普通のパスタでも全然、そういう、なんか、グルテンに反応してるとかはないんですけど、基本的に僕はそれでも、こういうものを選ぶようにはしてます。で、中には、ちょっとグルテン、私グルテンフリー意識してるんですけど、みたいな人も中にいるんですけど、たまに、あなた絶対食べても大丈夫でしょっていうような人も中にはいたりして、僕みたいにね、本当は食べても大丈夫なんだけど、ちょっとグルテンフリーっていうおしゃれワードに、乗っかっちゃってる人も多分中にはいると思うんですよ。はい、あんまりね、言うとあれなんですけど。で、本当に過敏な人もいるので、両極端、普通にあると思うんですよ。だからグルテンを気にした方がいい人と、別に気にしなくてもそこまで大丈夫ですよっていう人と。でも一つだけ分かってるのは、やっぱりグルテンっていうものは
摂取したらどんな人でも体内ではちょっと炎症を起こすよっていうのは分かってるんですね。まあ、腸内環境ですね。はい。まあ、グルテンより良くないのはレクチンとも言われてるんですけど、まあ、だから、グルテンフリーフードの罠っていうものもあるんですけど、まあ、でもその、グルテンが悪くなっちゃってるっていうのが、まあ、グルテンを、何ですかね、敵、悪者にしちゃってるんで、なんか、そこじゃないと思うんですよね。もうちょっと根本的なところもやっぱり自分の、自分たちの腸内環境とか、ね、そういったものとかも関わってると思うんですね。で、やっぱりその抗生物質とか、添加、まあその人工甘味料とか、農薬を日常的に、ね、体調悪くなったらすぐ抗生物質飲んじゃったりとか、なんかいろいろやっぱりそういう、まあ抗生物質が残ってるお肉とか、そういったものを日常的に食べたら、やっぱ腸内環境には少なからず、やっぱり悪影響を与えるので、でそういう風に日常的に良くない腸内環境にとってあんまり不安要素があるものを日常的に摂ってれば、まあグルテンに反応するようなちょっとの量でもね、反応するような腸内環境にもなってしまうんじゃないかっていうね、言ってる方もいるので、その僕はね本読んでいく中で、なのでだからなんかグルテンが悪い、グルテンが悪いって言って、グルテンフリー、グルテンフリーって言ってる、ね、ありますよ。いろいろ。食材とか製品もありますけど、すっごいいいと思うんですけど、グルテンが悪者にする前に、僕たちのその腸内環境とか、その他に食べてるもので、なんか逆にその悪影響を与えてるもの、で、結果的にそのグルテンが悪者になっちゃってるっていう、その、今のちょっとその、あれですね、風潮と言いますか、ね、まあ、グルテンフリーっていうのも、いい、基本的にはいいと思うんですけど、でも、ものによっては見ると、これやばいなっていうものも結構あったりするんですよ。グルテンフリーでも。ね、グルテンフリーフードの罠って本当にあるので、それよりも、さっき言ったみたいに良くないのがレクチンってものなんで。だからそういったもの。だからその、僕はそういう古代小麦で、で、今の小麦粉ってスーパースピードでバーって細かくして、めちゃめちゃ細かいんですよ。すごいパウダーになってるんで、食物繊維もクソもないわけですね。はい。だからもう糖の、もう糖をそのままダイレクトに吸収しちゃうみたいな。だから、食物繊維の機能もないみたいな感じなんです。でもこういう石臼挽きのやつですね。ここに書いてありますけど、石臼挽きって。はい。見えないと思うんですね。絶対見えないですね。はい。石臼挽きなんですけど、凄腕の、職人の方が作った石臼挽きの、パスタ。あ、じゃあ小麦粉。石臼っていうものは、めちゃめちゃ、まあ、確かに、細かくはなるんですけど、残念ながらそんなに、今の機械のスーパースピードまでやった小麦粉よりは絶対に粗いんですよ。だからこれも、やっぱ食べると、結構ちょっとボソボソって、もちもちってやるボソボソっていう感じなんですね。だから、粗いんです、とにかく。はい。だから食物繊維がやっぱりそれなりに、やっぱりあるので、こいつの食物繊維のおかげで、糖の吸収を緩やかにしてくれるっていうのもあるんですよ。だから、普通の小麦粉のパスタと、これは全然ちょっと違うものだと思っていただけるとよりいいです。だから、古代小麦で品種改良しなくて、グルテンの含有量が、普通のよりは、少ないはず。で、製法ですね。機械でスーパースピードで、バーってめちゃめちゃ細かくしてるわけじゃないので、食物繊維がそれなりに生きてると。そこら辺の違いがあるわけで。だから僕はこれを選んでるわけですね。でも、そのグルテン過敏症の人とかは、これですら、あんまり毎日食べ過ぎない方が絶対いいと思います。はい。で、僕は、毎日食べないですよ、これでも。はい。パスタ好きなんで、もし使うとしたら、これを使うようにしてるんですけど、でもこう、なぜ僕が選んでるかっていうのを今日は説明したいなと思います。で、まあ、サロンメンバーの人たちにはもっとより深く説明をしていきたいなと思うんですけど、やっぱり、その僕たちが日常的に食べてるもの、まあ薬だったり、そういったさっき言ったような、まあ人工甘味料もそうですね、さっき言ったその3つのワードがあったと思うんですけど、それで腸内環境がちょっとおかしくなってしまってる。で、ちょっとのグルテンでも反応するようになってしまってるっていう背景もあるので、そこら辺は、皆さんも、グルテンがと言ってね、中に本当にグルテン、おしゃれグルテンフリーみたいな人もいるわけですよ。ファッショングルテンフリーですね。グルテンフリーって言ってれば、なんかめちゃめちゃ私、いい感じみたいな人も中にいるんで、そういったのは僕はちょっと、なんか違うかなと思うので、まあ、栄養学的に言っても、まあ、こういったもの、やっぱ美味しいじゃないですか、パスタって。小麦粉も美味しいので、だから、
僕みたいに別に反応しない人も中にはいるんで、まあ、でも絶対体内では、ね、何かしら、炎症起きたりはするんですけど、毎日食べるわけじゃないので1週間に1回とか2回とか、まあ、最近僕ずっとチートデイになっちゃってますけど、ちょっとね、1週間に1回2回怪我しても他の日をちゃんとやってれば回復しますから、人間の体っていうのは。なので、まあ、楽しむときは、まあ、チートデイみたいな時に僕は食べるんですけど、楽しむときは楽しんで、でそのチートデイの時もよりいいもので美味しければめちゃめちゃ幸せじゃないですか、ハッピーじゃないですか、細胞もね、腸内環境もとってもいいので、ということで僕はこれを選ぶようにしてます。はい、なのでじゃあ早速これから今パスタ茹でてやっていきたいと思いますけども、一回ちょっと YouTube の方切ります。また動画長くなってしまうので一回切ります。はい、で、はい、今日またソースを作るんですけど、はい、使うのはこれ、トマトジュース、人参ジュース、前かけたら美味しかったこの島唐辛子、ヒデさんの買ったやつで、これ万能つゆ、間違いないやつで、まあ、塩ですね、塩もやります。で、あとはボーンブロス、はい、で一緒にそのソースも作ってみますけど、これらを使ってきます。あとボーンブロスですね、あとすいません、なんか2回言っちゃった。なので今これを入れたものを入れていきます。はい、じゃあパスタ入れていきます。こんな感じです。すいません、ちょっとインスタの方は放置気味ですけど、これ入れていきます。適当、もう塩も入れてあるんで、本当はもっと細長いやつで多分やると思うんですよね、あのプロの人たちは。ちょっとこれ多いかな、まあいいや、少し多いかもしれない。はい、すいません、僕素人なんで、あの料理に関してはあんまり気にしないですけど、普通はもうあれですよね、ちょっともっと細長いというか、長いパスタ茹でるやつ、ちゃんとしたやつでやった方がいいと思うんですけど、僕はあのサラダマスターを使うようにします。はい、でこれで、これ茹で時間はこれは7分から9分ですね。もう結構アルデンテが好きなので7分ぐらいの、まあアルデンテの方がより多分糖の吸収って、はい、緩やかではあるので、はい、これをしっかりと茹でていきたいと思います。はい、はい、じゃあ、ソース作っていきます。茹でてる間にでも5分くらいできた、こちらもサラダマスターのちょっと小鍋でやっていきます。はい、バター、これはオーガニックグラセットバターですね。バター、発音合ってますかね。これでまずはバターを1個入れていきます。はい、バターを入れてそして、あれ、これはオーガニック味のボンブロスなんですけど、はい、これも入れます。これはあの砕いたやつですね。ちょっともう少なくなってきました。はい、砕いたやつ、こうやって冷凍してハンマーで砕いたやつですね。はい、でこちらをですね、バターがいい感じに溶けてきたら、こんな感じで溶けてきたら、はい、わかります？バターが溶けてきたら、はい、キノコ入れちゃいます。キノコを入れて、そして塩を入れていきます。まあ、あのキノコにも下味つけた方が絶対美味しいので、いい感じでやっていきます。はい、まだ茹で上がりはまだですね。で、これを炒めていきます。ソテーです。いいんですかね、発音。ソテーって英語なの？よくわかんないけど。入れていきます。まあ、すでにもうこれ美味しいです。絶対に。はい、もうすでに。はい。すでに美味しいです。はい。こちらですね。まあ、ちょっと汚くて。で、いい感じにやってきたら、こちらに、ささっと入れるだけ。ささっとオーガニックですね。はい。あ、もういい感じじゃないですか、これ。はい。すいません、箸別で買えなくてごめんなさい。そこら辺のプロ意識がないんで。じゃあ、ここでボンブロス入れていきます。ボンブロス。はい、ボンブロス。適当。セーフ！こんな感じですね。あ、これもう全部入れちゃおう。ボンブロス入れて、そして、これもちょっとボンブロスを馴染ませたいから、ちょっと強火にしていきます。はい、強火。これ絶対もうすでにこれですらもう美味しいと思います。で、ちょっとトマトソースなので、あ、ちょっと振らないと。あ、これね、農薬不使用のトマトジュースです。トマトソース入れて、で、ちょっと甘みが欲しいんで、はい。
アメとムチみたいなね、よくわかるんですけど、はい、で、ニンニンジュース、少しそして、もう万能、これは僕のあれでおなじみです、万能つゆ、万能つゆもちょっと入れてみます。はい、ちょっと今入れすぎちゃった。で、このちょっとタバスコの代わりっていうか、なんちゅうか、これ飛龍さんで言ってる自然発酵 の発酵唐辛子ですね。これは黒糖を使ってます。はい。沖縄の、せい、こんな感じです。で、アグア入れの忘れてた。こっちにも。やべ、アグア入れの忘れてた。これ入れて、で、塩入れた、バラ入れた、ボーンブロス入れた。もうこれで完成です。はい。あと、味噌だ。お味噌。ちょっと待って。いい感じで沸騰してきました。お味噌も入れさせてください。ちょっとエヘムシが。お味噌、はい。こちらはオーガニック味噌なんですけど、これも入れていきます。ちょっと。お味噌も絶対入れたら美味しいので、はい。やっぱね、塩と万能つゆとこの3つ、本当はね、お味噌はね、食べる前に溶かしてもいいんですけど、まあこれソースなんで。栄養は気にしず、そのまま入れちゃいます。塩、醤油とか、味噌を結構3つ、駆使して入れると結構美味しいですね。はい、こんな感じで。もうこれでソースできちゃいました。はい、あと味噌が溶ければ。じゃあ、あとはもうこれ茹で上がるので、麺も揚げていきたいと思います。はい、あ、いい感じですね。こちら。はい。じゃあ、一回切ります。はい。はい、皆さん、やっといい感じになりましたので、なんか6分9分って書いてあったけど、6分9分じゃないか、何て言ったっけ、7分9分って書いてあったけど、ちょっともうちょっと茹でたと思います、僕は。はい、火止めて、じゃあ麺揚げていきたいと思います。すいません、ちょっと汚くて。こちらですね、さっきのボンボス、こちらにちょっと邪魔ですね、これ邪魔だから、ちょっとこっちに置いて、はい、揚げていきたいと思います。この瞬間僕結構好きなんですよ。あ、皆さんも YouTube もインスタも見たいですよね。はい、揚げていきます。うわ、いい香り、もうすでに香りがいいです。はい、で水をささっと切って、でもこれこのままもう僕は入れちゃいます。大体そうですよね、パスタってやっぱ多かったわ、多かった。まあいいや、食べれるし、ちょっと多かった。でこんな食べないけどね、ちょっと多かったな。まあいいや、全部入れちゃおう。はい、でこの中にこれ入れました。やべ、 YouTube 手元映ってなかった。はい、でこの中に、はい、もうこのままもうスープパスタみたいになっちゃうね。入れていきます。これがうまいんですよ。これにひき肉とか、あれだよね。玉ねぎと入れたらもうバッチリだと思います。はい。これで完成です。じゃあ早速食べていきたいと思います。